外国語でスタンダップコメディやるのが多分ヒューマーが一番難しいと思っています。どんなに英語なんか外資系職場の英語を勉強してもヒューマーが別、たまにうちの英語のライブ日本人の客様が、聞いてくれるんですけど、なんか英語の勉強しに、ありがた迷惑ありがた迷惑なんか大体なんか50人のなんか大勢の客さんの中で1個だけが日本人の何て言う暗黙のゾーン、なんか何も笑い声がゾーン、他の人がみんなクラフトビールを手にしてるんですけど、そこらはまあ電子辞書、あの自分が言ってることが、たまになんかヤジがあれば、なんか外国人がなんかどんどん酔っ払って面白くない場合は面白くないとヤジ飛んでくるんだけど、日本人一番あの日本に来てスタンダップコメディ何回も100回もやってきたんだけど、一番厳しいヤジはただ1回英語のライブで、日本人の前の席に座ってる日本人の女性が丁寧に手を挙げてもう少しゆっくり喋っていただけないでしょうかという、本当にザ日本人ヤジかなと思った。逆になんか日本語のライブが別、もしかして僕のなんか日本語のパワーがある程度限界があると思うんだけど、たまに日本人の客さんが、まあ、外国人が目の前にステージに立って喋ってる瞬間があれば、みんななんかタイムスリップして、また小学生中学生英語の先生英語の授業になんか気持ち的に戻る感じです。なんか自分が言ってることをなんか冗談ではなく普通にファクトとして受け止める、なんか笑いではなくそうですかみたいな感じが多いです。一回あの日本語のコメディライブで、なんか少し日本人がよく持ってるイギリスに対するダメなイメージの話したんだけど、あるでしょうマリコ、なんかイギリス特にロンドンが毎日雨、天気が悪い、しかも料理がなんかもしかして小学校でなんか小学校の教科書に載ってるそのイギリスイコール寒い雨が多い、しかも料理が非常にまずいという三本柱ということが正直ある、その偏見がある、あれは本当ではなく冗談として本当ではなく、それはただフランスの政府が発信しているプロパガンダだよと言った瞬間に50人の日本人がみんな、あ、なるほど、そういうことがないようにスタンダップコメディの文化、なるほどなく、マリコさんちゃんと笑ってください、そういう69が分からないような顔じゃなくてちゃんと笑ってください、ということで